So, 皆さんこんにちは。私はデザインシステムの井正雄と申します。どうぞよろしくお願いします。So, 今から英語で発表します。Today's session, I'd like to talk about line. この発表では LINE のデザインシステムについて説明します。まず、これはデザインの観点からの発表になります。フロントエンドに関するセッションに関しては次のセッションでご説明いたします。デザインシステムの技術的な説明については次のセッションをぜひご参加ください。それではまずお尋ねしたいんですが、皆様の中でデザイナーの方、挙手をお願いいたします。期待したよりも多いです。ありがとうございます。それでは始めます。デザインシステムとは何かについて話す前に、デザインガイドラインとは何かについて話します。当初ガイドラインがない時代もありました。次のフェーズではドキュメントのガイドラインが作成されました。なのでデザイナーはフォトショップでツールを使い、デザインのガイドラインを PDF、PPT、このような形式で作成しました。またはイメージ、JPEG などの画像で作成しました。ただここはかなり手もかかりましたし、プロダクトに反映させることも困難でした。次のフェーズは、ゼップリンガイドラインが誕生しました。まあ、多くの方はこのゼップリンガイドラインを使っているのではないでしょうか。さまざまなシステムの統合により、ゼップリンへのエクスポートも簡単になりました。そして我々は現在デザインシステムを構築しています。ここでの大きな違いは、すでにあるコンポーネンツよりデザインのシステムを構築するということです。で、概念的にはちょっと逆のように思います。デザイナーガイドラインの場合、まずプロダクトを非常に強力に使いたいということでデザインをして、それでガイドラインができました。ただプロダクトが拡大していく中で、次のフィーチャー、次のサービスについて考えなければなりません。ただ新しいサービスを、既存のコンポーネントを使って新しいシステムを構築するのはなかなか大変なんです。なのでそれぞれ属人的に作成されたものが多いからです。なので現在では共通のコンポーネントをまず作成してから、その共通のデザインシステムからデザインを構築するというシステムに移行しました。そのデザインシステムの基本的な構造について説明します。で、特に LINE 特有のシステムではありませんが、このドメインの基本的な構造です。まずはエレメントです。この図ですとアバターがエレメントと呼ばれます。エレメントが集まると、例えばアバターとテキスト、そして背景を組み合わせるとコンポーネントになります。そしてコンポーネントを組み合わせるとページになります。例えばこちらのユーザーがアプリを通して見えるページです。で、これがトップに表示されます。チャットリスト、フレンドリストが下に見れます。で、そしてナビゲーションバーがある。このようなコンポーネントを集めることで一つのページが成立します。これが最終的なデザインでユーザーが見える画面となります。そしてこれを実現するとみんなが喜びます。デザイナーだけでなく開発者、PM も自分の仕事に集中できます。特にデザイナーに関してはデザインの品質を向上できるだけではなく、それぞれのエレメント、コンポーネントの統一性を出すことができます。そして開発者、QA 担当者にとっては、
コアのロジックに集中できます。同じ UI のエレメントを繰り返し使うよりもロジックに集中することができます。そして QA のコストも共通のコンポーネントを持つことで QA のコストも削減することができます。ただデザインシステムを最初にリリースしたサービスで急に出すことは不可能です。このようなプロダクトは必ずレガシー、そして背景が、あります。まずこれ皆さん覚えていらっしゃいますか。8年半前にリリースされた最初のバージョンの LINE です。今と同じような機能はありませんでした。トーク、フレンド、友達、通話、そしてプロフィールのみの機能しかありませんでした。2011年6月11日にリリースされたこの第一バージョン。しかし今日では LINE は大きく進化し、スーパーアプリになりました。ニュースがあります、タイムライン、ホームタブ、トークルーム、ペイ、フィンテック、仮想通貨、さまざまなプラットフォームを持っています。デザイナーの観点からして、更新したすべてのエレメント、コンポーネントをきちんと見直したでしょうか。この8年の中に失われたものも多くあったと思います。また会社そのものも常に拡大していきました。今主要5つの市場においてオフィスを構えているだけではなく、その中でデザインが新しいデザイナーが採用されると、デザインガイドありますかというふうにまず最初に聞かれます。しかし答えはありませんと答えるしかありません。残念ですね。はい、我々の抱える課題です。まず課題を洗い出すために、デザインシステムの課題を洗い出すために、社内のすべてのデザイナーを対象に調査を行いました。ユーザーを起点に調査を行いましたので、今回のケースでは社内デザイナーがメインユーザーです。ユーザーに質問をして、デザインのユニークさ、彼らの期待値、デザインシステムに関する期待値、そして観点について調査しました。さらに彼らの期待値、例えばデザインのクライテリアと企業または経営層のクライテリアのギャップがないかということを可視化するために調査を行いました。この調査の結果、繰り返しの多い作業に多くの時間を費やしていることが分かりました。例えばスクリーンキャプチャー、ワイヤーフレームの設定、ボタンの設計、全く同じオブジェクトを複数回作成する、全く同じコンポーネントを作成することもあります。このようなタスクがある限り、よりクリエイティブなタスクに集中ができないんです。クリエイティブなタスクというのは全体のタスクの 10% に過ぎません。例えば問題としては、アイコンが統一されていないということが分かりました。どれが最新のアイコンなのか誰も答えられません。実はこういったシェアのアイコンに1つのアプリに50バージョン以上発見しました。さらに LINE では1つのアプリに500以上もの色の値が存在していました。どうしてこのようなことが起きるんでしょうか。一つの理由としては、分からないですよね。これが唯一の理由とは言えませんが、新しいデザイナーが入ってきたときに、デザインのガイドラインがないので、ウェブサイトからキャプチャーをして、でその緑の値をおそらく自分で探し出そうとしていました。例えばタブ、このように多くなくても、
すべてのコンポーネンツを何度も繰り返し作成する必要はないと思いました。ただこうしたことが LINE では実際に起こっています。それでは課題点のまとめです。繰り返しの多い作業が多い、デザインリソースの一貫性がない、 UX が統一されていない、そしてデザイン管理が一元化されていないということが問題でした。さて目標です。我々の目的は何でしょうか。このデザインシステムの目標です。効率的に作業し、より重要なタスクに集中できる時間を作るというのが我々の目標です。 70% の日々のタスク、これは LDS によって効率化改善できます。 LDS というのはラインデザインシステムの略です。30% はこの影響力のあるタスク、例えば新しい機械の創出や欠失した機能の作成などに使えます。そして最終的にはこのラインデザインシステムをきちんと機能させれば、すべての工程における時間を短縮することができます。ただここで重要なのはデザイナーのためだけではなく、社員全員に関わるツールだということです。例えば開発者、エンジニア、そしてプロダクトの責任者にとっても恩恵のあるシステムです。皆さんがそれぞれ余裕のある時間を持ち、よりインパクトのある作業に集中ができるようになります。ではどのようにこの目標を実現したのか、5つの観点からご紹介します。左からこれは基本的なレベル、これは原則です。そして一番右に UI のコンポーネント、おそらくこのデザインシステムの非常に重要な部分です。一つ一つ説明してまいります。まず原則です。これが打ち上げた6つの原則です。我々のチームが考慮したのは非常に明確な原則を打ち立てたいということです。そして実践的である必要があります。何か新しい機能の矛盾点があった場合、この原則に立ち返れば、この方向性ではこの原則に反するので、この方向性は良くないんではないか、いいのではないかという判断ができます。この機能がきちんと原則に沿っているかどうかと立ち返る点として、これを打ち出しました。この原則を作成することで、このような目標がありました。まず私たちはユーザーと同じとは限らない。主要タスクの明瞭化、トークファースト、信頼できるデザイン、継続的な体験、独立した接続されていない経験ではなくて継続的な体験を提供する、そしてレガシーへの敬意、この6つが基本原則となりました。そして次は色です。先ほども申し上げた通り、500以上ものカラーバリエーションが LINE のメッセンジャーアプリに発見できました。でチームがいろいろ頑張ってくれたおかげで、それを30のカラーバリエーションに抑えることができました。ただここで終わりではありません。それぞれの色に名称をつけました。例えば FFFFF、 これを LINE White と名付けました。このような色の値を与えることで、すべてコードに変えるようにしました。なので開発者の目線から見ますと、このように見えます。ここにカラーエクステンションが見れます。ラインホワイト。これはもうすでに定義された変数です。ただこうしたローカルバリューを入れますと、このエラーメッセージが返されることが分かります。
なので、こうしたエラーメッセージが毎回出ますと、開発者にとってはまあ喜ばしくないことなんですが、なので、間違ったカラーバリューを使われているときは、こういったエラーメッセージを返すようにしました。そして、効果、不効果、ダークモードがリリースされました。これに、カラーシステムに関しては、ダークモードも考慮する必要がありました。TU の方では iOS と Android のところでこういったものをやっていまして、今年一番のプライオリティはこのダークモードでした。また考えなければいけなかったのはこの LINE 規制替えです。ダークモードを全ての規制替えに関して作っていかなければいけないんでしょうか。そうしてしまうと永遠に時間がかかってしまいます。ですので我々がこんな相談をしました。こうやっていこうと、すべての規制替えをサポートするのではなくて、サポートするのはデフォルトのものだけにしようというふうにしました。で、デザイナーとして行っていくのは、我々の方でダークモードだけのようなリデザインをするということです。ただ、ある開発者がですね、この TF の中で言ってくれました、新しい機能に対応する開発者なんですけども、彼がですね、紹介してくれたんです。おそらく、セマンティックをやってみるのはどうだというふうに言ってくれたんです。で、デザイナーとして我々は、あまりこのトーンとかっていう、あまりよくわかんなかったんですね。で、セマンティック意味があるとかっていうことなんですけども、そのコンテクストに応じて変わっていくと、つまりいろんなユーザー、例えばデザイナーだろうか、デベロッパーであろうが、この何を使っているのかというのがわかるようにしてくれるものなんです。結果として今、LINE の中ではセマンティックカラーというのがすでに実装されています。今100以上のこういったセマンティックカラーのリストがあります。例えば1つのセマンティックカラーのバリュー値というのは2つのセットからなっています。 LINE デザインシステムのカラーのようなもので、それぞれのところがこういったものが使われています。なので開発者やデザイナーというのは今もこれを気にするのは特になくなったんです。で、このダークモードカラーで特にこの色がどうなるのか、このコンポーネントはダークモードカラーではどうなるのかというのを考える必要がないんです。もうすでに設定してあるためです。こういった成長を遂げてまいりました。もともとはカラーシステムなんて全くなかったんです。家に関してはローカラー、生の値しかなかったんです。それを LDS カラーというふうに変えてきました。例えばラインブルー500というふうに変えてきました。そしてこれからダークモードをサポートするために、ここからさらにセマンティックカラーというのを導入し始めました。理想的なシナリオとしてはこうすることによって、すでにまあロールアウトされているので、ぜひ LINE の一番新しいバージョンダウンロードしてみてください。そうするとこれ使ってみるので、使っていただけると思います。お話し通りすでに実装しています。ですので次のバージョンでは LINE のダークモードでも同じような効果が見られていただけると思います。続いてはアクセシビリティです。これもやはり我々のデザインシステムがうまくやれた部分です。ここはやはりサポートが必要だと。視力に弱い方に対してもきちんとサポートしなきゃいけないというふうに考えました。例えば最低でも11ポイントのフォントを使うと、つまりそれから 4.5 対1のコントラスト比以下のものは使わないというふうにしました。続いてレインボーカラーです。これもやはり我々も使いました。どういうのもいろんなサービスの機能だったりとか、何か LINE のファミリーサービスですね、メッセージアプリではないところのサービスでもいろんな色が使われていました。もともと準備していた30色では足りなかったんです。機能の方ではもっといろんな色が必要だったわけです。ですのでドキュメント用にこういったレインボーカラーを準備しました。ちょっと時間をかけすぎましたね。少しちょっとここからテーマを変えてビデオをご紹介します。
ご視聴ありがとうございました。こういったアイコンに関してのコンセプトを作りました。できるだけシンプルにクリアで、またユニバーサルに使えるようにということで、こうしたものを作りました。今200兆とのこういったアイコンを使っています。これがデザインシステムの中に入っています。なのでどのアイコンが一番新しいバージョンなんていうことを話す必要はないんです。もうみんな全てリスト化されているんです。でライブラリーからダウンロードすることが可能です。なので全てちゃんと一貫性を持ってできるようにもうシステム的に作ったわけです。それからアイコンに関してのダークモードバージョンも作りました。続いてのパートはコンポーネントです。おそらくこのプロセスの中で、もともと原則から始まって、色を作って、そして実装していって、で、そしてこのコンポーネントのバージョンになって、話になってきているというふうに、まあ、同じようなやり方をした方が良いと思います。というのも、まず基礎的なレベルから実践的な、実務的なレベルのところに、ちゃんと順番通りやっていくのが、やはりいい結果を生み出す方法だと思うんです。ただ、何か専門のチームを持って、こういったシステムのことをやるというのはなかなか難しいところもあると思います。なので、まあ、リサーチをやってみて、場合によってはまずコンポーネントからやってしまうというのもいいと思います。というのも、ここはやはり一番重要なところから、だからです。こうしたコンポーネントが我々にとってのトッププライオリティでした。まあ、リストの中で何を入れるかというところで、このコンポーネントが一番大事だったわけです。まあ、メッセージであったり、リストだったり、ナビゲーションだったりとか、エンプティやタブ、カード、モダールなどです。で、ここからさらにもっとアイテムを増やしていく予定です。ここで理解しておかなければいけないのは、間違いなく、こういった美しいコンポーネントを作るというのは大切です。でその時にはこれが何が良くて何が悪いのかということをデザインに関して考えなければいけないわけです。これに関してはどんなものが必要なのか、どんなデザインしなきゃいけないのかという議論が必要なわけです。そしてまあ大事なのは名前を一つに限るということです。一つのコンポーネントの一つの名前、プラットフォームに関係なく一つの名前にするのが大事なんです。これボトムナビゲーション、下のナビゲーションというふうにしています。ただ Android に関してはアップバボトム、違う別の名前が Android に関していました。またタップボタンというような名前がありました。ただ我々開発者から、失礼、デザイナーからすると、開発者がどういう名前を呼んでるかというのは分かんないわけです。でどっちがいいですかっていうのを我々の方でも聞いたりしました。なので開発者といろんな議論を重ねたわけです。その上でどの名前が一番いいのかというのを順番に決めていきました。時々意見の食い違いもありました。でその時には誰がメインのデザユーザーなのかというのを考えました。デザイナーが一番使うよねということになってくれば、その時にはやはり一番いい名前というのを考えるようにしました。で共通の名前をきちんと一つのものに一つをつけるというのが大切なんです。でデザイナーがダウンロードするとこんな風に見えます。 LINE デザインのシステムをスケッチのクラウドに入るとこういうことが見えます。でコンポーネントはこのリストから取ることができます。でスケッチというシステムがあるおかげで今ではコンポーネントのものが左側に出てくるのです。スケッチ16というのがあるので、何かキーワードで検索することもできます。キーワードを使ってコンポーネントを検索できるので、非常にユーザビリティも高まっています。こうした取り組みの結果として、これぐらいのシンプルなページであれば、デザイナーは昔よりももっと全然10倍ぐらい早く作れるようになりました。でホームタブです、こちら。でここで重要なことがあります。実はこれ、このスクリーン2分ぐらいでも作れてしまうんです。ただ、これ私にとって、それから新しいデザイナーだとしても2分で作れるんです。ここはやはり UI コンポーネントの主要な機能なところです。そしてこのフェーズになりまして、今考えているのはスケッチライブラリを持って、そこで実装がきちんとできるように、コードと同じように実装できるようにしたいというのが考えです。もうシェアしているライブラリーもスケッチの中にあります。何か一つのゼッペリンのガイドラインだとしても、そこにもしもコードとして実装されていなければ、きちんとみんな共有はできないわけです。なので今、スタンダードローンのアプリ、特別なアプリを作りました。で、このデモ用のアプリを作ったわけです。で、これを使うことでデザイナーや開発者は、実際何が一番新しいデザインなのかというのを、アプリ上でコンポーネントを確認できるようになりました。で、このリストもありますので、このアプリの中から使いたいコンポーネントをそれぞれの本番側のプロジェクトに活用していくことができます。
できます。これ常にですねアップデートしています。なので2つのリストは必ずしも同じじゃない時があります。スケッチのところでのリストの方が常に大きいわけです。いろんなアイテムが入っています。アプリよりももっと大きなリストになっています、スケッチの方が。でこのタイミングで続いてインタラクションガイドラインに関してもお話ししたいと思います。インタラクションデザイナーというのも我々の会社にはございます。彼らはですねこういったインタラクティブなデザインを担当しているんです。マイクロアニメーションだったりとかルーティンで起こるようなアニメーションモーション、それからページの遷移とかっていうもののデザインをやっています。ここでもいくつかの原則プリンシパルを持たせました。例えばインフォーマティブ、情報を与えるものなのか、楽しいような動きなのか、フィジブルなものなのか、もしくはコンシステントなものなのかということにいくつか原則を分けました。で一つですねここで言いたいことがあります。もしかしたらお感じの方もいらっしゃるかもしれません。実際のどうなのかと、例えば原則がさらに原則の中に別の原則があると、なぜこんな構成にしたのかということですけども、プロジェクトをこのインタラクションガイドラインに関しては持とうというふうに考えました。まずは少し小さいずつからとかやっていて、少しずつ範囲を広げていきました。まずは近い人からやっていって、またそばにエンジニア入れて、次はデザイナーやって、他のオフィスにいる他の国のエンジニアとも組んでいてというふうに少しずつ範囲を広げていきました。で今ではもう本当にいろんな人たちのサポートをもらえるようになりました。少しずつ範囲を広げていったわけです。なのでまさに全てのデザインのところをいろいろカバーできるようになってくると思います。インタラクションだけではなくていろんなデザインもっとカバーできると思います。またビデオでもご覧ください。でこちら今こういった原則を持つことによってできるようになったことというのはこれなんです。調べて分かったことがありました。もう特にこういった美しい曲線を作ろうというふうに実は考えていたんです。もう完璧な動きを出そうと。で例えば iOS の方ではスプリングウィズダンピングというふうにやっていました。それからAndroid では違うデザインを持っていたんです。ただこの2つのプラットフォーム比べてみると少しバリューずれていますよね。なのでこれをもっと同じ統一性を持ったプラットフォームが違ったとしてもコンスタントなデザインを作りたかったんです。で一つはこういったインターオペレーター、 Android 側のインターオペレーターをきちんと操作をして、そうすることで iOS と同じような絵を描けないかというふうに努力したんです。現状はですね iOS だろうと iPhone だろうと全く同じようなアニメーションができるようになりました。これに関しまして、なので両方のバージョンに関して本当にこのドキュメンテーションにも今日サポートしていただいて、今は両方とも反映させています。なので二度手間がなくなるわけです。プラットフォームごとの別の作業をアニメーションでやらなきゃいけないという必要がなくなりました。というのもベストケースはきちんと入っているんです。このモダルを使うことでどちらのプラットフォームも対応できるようになりました。私の中でのセクションでの最後のパートですけども、リビングドキュメント、常に改善を続ける文章ということでお話ししたいと思います。どうやってこの LINE デザインシステムを社内で広げていくか、もっと効率に使ってもらうかということです。その結果、我々が考えたのはこれです。まず、社内で共有しているものなんですけども、このサイトを設けました。みんな社内からであれば、この一つのウェブサイトで全てを確認することができます。他にも Wiki だったりとか PDF にするというやり方もありました。もしくはスケッチのファイルにしてしまったらそれを配るというやり方もありました。ただ我々はこのウェブサイトでやろうというふうに決めました。というのもできるだけアクセシビリティを高めたかったんです。と同時に、それからオーソリティ、ここが正しいところなんだ、ここを見ればいいんだというところを作りたかったんです。例えば Wiki だったりとか他のコラボレーションツールを使ってしまうと、確かにシェアはしやすいかもしれません。でいろんなフィードバックをもらえたかもしれません。ただこういった全てを一つの言葉に置いて、しかもウェブサイトにも載けると、これがデザイナー、つまり我々にとって他のユーザーかもしれません、他の社内の人たちにとって使いやすいだろうというふうに考えました。中を見てみますと、こういうふうなものが書いてあります。それぞれのステップ、このように表示しています。
で色だったりとかタイポグラフィーだったりとかイコノグラフィー、そういったものがすべてウェブサイトに掲載されています。コンポーネントのところを詳しく見てみます。まず上のところ、ここを見ますとスケッチクラウドにアクセスできるようになっています。でここからライブラリーをそれぞれのパソコンに取り込むことができます。で左側のところにも常にこういったものを表示しています。他にもこのウェブサイトには UX ガイドラインも載せています。なぜこの UX ガイドラインを UI コンポーネントから分けたかという理由なんですけども、時々ですねコンポーネントがもっと出てきてしまうことがあります。例えばセレクトやシェア、モダル、デリート、こういったアクションごとのものにはもっと他のコンポーネントが必要になってしまう場合があります。例えばコンポーネントによっては、ここでお伝えしたいのはそれぞれのアクションに関して特定のコンポーネントのパターンがある場合があります。その時に我々としては、まあ見つけなければいけないです。どう何がベストケースなのかというラインにとって一番いいのかというのを考える必要がありました。ボトムラインとしてここに UX ガイドラインというのも左側からアクセスできるようになっています。はい、私が準備してきたのは以上です。今日のプレゼンテーションをお聞きいただいて、皆さんのデザインシステムにぜひご活用いただける部分がいろいろあればなと思っています。ご清聴ありがとうございました。